第26空挺旅団、ザールラントは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。現在は、特殊作戦手段霊下にあり、旅団司令部をザール類に置き、旅団霊下部隊のほとんどがザールラント州に駐屯している。このため本旅団はザールラント旅団と呼ばれている。本旅団は、ドイツ連邦軍における介入戦力に指定され、重要な構成を占めている。 1958年に S リンゲンにて B 級戦闘軍が編成される。同年、ジークマリンゲンに移駐し、第26空挺旅団に改編される。1959年に古典的な名称である第26高架両兵旅団に改称され、1972年の改編まで継続する。1972年に旅団司令部をザール類に移駐し、 旅団霊下部隊は完全にザールラント州に配置される。また、1991年に愛称ザールラントが与えられる。第262高科両兵大隊がザール類にて編成され後にスバイブリュック県に移駐し、これによりラインラントップファルツ州に分家を設ける。1991年にイランで人道支援活動を実施することになり、 クルド援助作戦の一部に参加し、1992年から1993年から国際連合主導による国際連合カンボジア暫定統治機構に衛星任務部隊を派遣する。1993年にソマリアでの第二次国際連合ソマリア活動に先遣隊を派遣する。1995年以降、旅団全霊化部隊の将兵はほとんど連続的に、 バルカン半島諸国に出動した。1997年3月14日に在外ドイツ人避難を目的としたトンボ作戦のためにボスニアサラエボ郊外に駐留していた旅団戦闘部隊をアルバニアのティラナに派遣しドイツ人と外国人の避難活動を支援する。2002年から2003年のアフガニスタンの国際治安支援部隊に旅団司令部と励化部隊は 先導部隊としてカーブルにある多国籍旅団を指揮した。2006年には旅団の一部部隊は欧州連合部隊今後民主共和国派遣任務に参加する。第261高科両兵大隊所属の空挺隊員30人が2007年7月14日のフランス共和国国家祭典に全欧州連合加盟国の一員として そしてドイツ軍兵士として初めて参加した。2007年7月16日から5日間、高加量兵小隊がロシアのプスコフにてロシア軍中隊と共に空挺高加訓練及び戦闘射撃訓練を実施する。同時にロシア軍小隊はツバイブリュッケンの第263高加両兵大隊を訪問している。ありがとうございます。